Hey guys, thanks for checking out Chris's room.今日はね、人間関係が自然にうまくいっていくコツについて説明できればと思います。はい、やっぱりね、人生ね、人間関係大切だよね。本当に人に頼ることができる。すっごい怖いんだけど、人に頼れるっていう環境で、ね、人がいるから人生が良くなるって僕は本当に心の奥から感じるんだよね。で、一つね、この間考えてて気づいたことがあったんだよ。で、実際に人間関係をうまくしていきたいんだったら、やっぱり誰かにもらうっていう感じじゃなくて、誰かに何かあげるっていう考えを常に、前向きに前に持ってるといいと思うんだよね。どういうことかというと、例えばさ、なんか前でさ、人間関係で揉めたことある人いる？あるよね。ね。で、例えばなんかさ、誰かと話してて、いや、なんでこの人こういうふうに言ってくれないのとか、上司関係かもしれないよね。なんであの上司が、ね、こういうふうに説明してくれたら俺がそこでミスしなかったからこんなに揉めなかったのに、なんであいつこうやって話してくれないんだよって思う時とかあるじゃん、ね、こういう時にね、考えてもらいたいのが、ね、その人からこういうふうにやってくれたら嬉しかったのにっていう時は、ね、それをもらうっていう感じ、 receive、ね、その前にその人に求めてることをあげるっていうことを考えてもらいたいんだよね。はい。で、あなたはね、例えば人間関係で揉めた時に、なんでこういうふうに時にしてくれなかったのって、なんでこういうふうに話してくれないのって思う時あると思う。ね、それはちょうだいよっていうことやろ。リシーブやろ。ね、もらうっていうことだよね。正直言ってさ、あげてなくてもらえることってある？ないよな。あげたからなんかがもらえるっていうことだよね。だからもらいたいんだったら最初にあげちゃおうよ。ね。ね。だからその揉めてる人が出てくるとき、その人が求めてることを自分のエゴをなくして、こういうふうにやってこういうふうに動いてくれたらちゃんとこういうふうにあげるんだけど、こういうふうにやらないからもうあげない、あの人が悪いっていう考えじゃなくて、その人が本当に求めていることをもうオープンであげちゃってみて、ちょっと気持ち悪くぐらい怖くなると思うんだけど、本当にその人が求めてることをあげてみて、それは仕事のなんかかもしれないし、その人の話を聞くだけかもしれないけど、なんかその人が本当に求めてることを自分から最初ちょうだいとか言って条件をつけないであげてみて、ね、僕はこれを本当にね、この何ヶ月で何回か実際にやってみたんだけど、面白いことが起こるんだよ。その人に最初にあげると、僕が求めていることを後からくれるの。面白いよね、なのでちょっとね、今もし辛い人間関係がねあるんだったら、何をその人に与えることができるのか、与えるっていうかあげるっていうことだよね。ちょっとそれをぜひ考えてみてください。本当に大切なことは、相手も人間なんだよ ね、親子供とか、ね、上司部下とか、ね、道歩いてて相手がタクシーの運転手で狙ってきたとか、ね、そういうのもたまにあるんだけど、本当に相手も人間なんだよ。でその人は幸せになる資格は 100% 持ってるんだよ。で自分も 100% 持ってるんだよね。だから、ね、あなたが与えることによって損できることはないんだよ。だからなんか辛い時があったら、もう思いっきり、ね、ちょっとその人が求めていることを最初にあげちゃってみてください。All right, thank you so much for checking out the video, and I'll see you next week. ありがとう。